感謝感謝大感謝、フックです。フシボンです。イエーイ。うわー、一人いますね。今日はチャンネル紹介の方がいらっしゃらないんで、チャンネル紹介の方がいい、フックにお願いします。このチャンネルではアラサー3人組がアニメや特撮の、アニメや特撮の、持ってる持ってる、すごいなと思ってた。アニメや特撮の感想を独自の視点で語っていきます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今日はですね、ゴジラマイナスワン、マイナスカラーを見てきました。はい、公開初日です。公開初日です。はい、初日に見てきまして、その流れでこのゴジラバーガーも買ってきました。ちゃんと3種類とも全部手に入れて帰ってきました。いや、どうでした？なんかね、うん、いや、分からん、3回目受験なんかもしれないんだけどさ、うんうんうん、そうそう、分かる。だからこの感想は白黒だからなのか、か3、そう、3、4回、うち4回目か、そう、4回目やけん、4回目やけんかっていうところもあったんだけど、そうそう、あんまりさ、同じ映画をさ、4回とか見に行ったことないから、まあまあまあ、確かにね、なんか不思議な気持ちだったんだけど、確かに。いや、でも、そう、何が違うのかなっていうのが楽しみだったよね。あ、なんか、あ、確かにね、その白黒になるだけじゃなくてさ、うんうんうん、なんか、山崎監督もなんか書いてらっしゃったよね、なんかその、うん、ちょっと全然そういうことじゃないみたいな、そういうところになるだけじゃないよみたいな、どういうところがなんかこう来るんかなとか、やっぱ白黒の作品ってあんまり慣れてないじゃん。そうじゃね、初代ゴジラぐらいじゃん、ぐらいじゃん、多分。確かに普段から見てたみたいな人間じゃないから、どういう風に感じるんかなとかって結構思ったりしたけど、なんかすごいね、一番思ったのは色を奪われてるからなのか分かんないけど、なんかね、セリフとかがすごいなんか前より、なんだろうね、はっきり聞かれた。でもこれは分かる、分かる、それも何回も見てるからなのか、あ、そうか、そうね、なのか、それとも、でもすごいね、なんか細かい音とかがすごいこう入ってきたよ。なんか確かに、あの最後らへんのさ、あの四季島さんが、まあ、特攻みたいな感じでさ、うんうん、最後ゴジラ行くみたいな時に、あの立花さんに説明受けるところじゃん、うんうん、そのあの脱出のところとか、うんうん、あの時にさ手が震えるじゃん、あー、カチャカチャ言う、うん、そう、あの時のカチャカチャ音とか、うち今まで見てた時あんまりなんか気にしてなかったんだけど、手震えてたんだぐらいだったんだけど、はいはいはい、なんかね、めっちゃあのカタカタカタみたいな音がめっちゃ聞こえたりとか、あとあののりこさんのセリフの声とかもなんか、うん、今までこういう風に聞こえてたかなみたいな、すごい少女っぽく聞こえたりとか、なんかすごいその音に対してちょっと敏感になったのかなとかって思って、それはモノクロだけからなのか、確かに、ね、なんかどうなのかなと思ったんだけど、うちも音はちょっと思ったんよ。あ、思った。なんか、うちはセリフがっていうよりは、なんかその、うん、ゴジラの息遣いじゃないけど、その動く音みたいなのをめっちゃ感じたよ、今回。でもそういうことかもしれない。なんかその、前はそんなに気にしてなかった音が聞こえるようになってきたから、うんうん。そうなんか。そう、思った。それは思った。確かにね、うん。でも確かにそのカチャカチャ音も、なんかこんなに音大きかったっけってちょっと思った。そう、うん、それかは分かんないけどね。なんか変えてらっしゃるのかもしれないけど。その音量っていうか、その質感っていうか。そうだね。なんか、想像の余地があるよね。白黒になるとさ。確かに。最初の方の、大豊島にあの襲われてみんなが、うん、であの神木くんが意識なくなって、はいはい、意識なくなって、その後こう目覚める時も、まあ、もともと見とったけん、うん、まあ、翌日の朝とかなんかなって思うんだけど、うん、もしこれ白黒でいきなり見たら、うん、あ、そっか、朝か夕方かも分からんよなとかさ、あ、確かに、なんか思って、うん、なんか想像できる。なんか逆にこれが夕方だったらどんな絵になってんだろうなとか、確かにいろいろ考えたね、なんか見ながら、なんか見ながらさ、ちょっと言うかもやったことがあったんだけど、うん、あのゴジラが銀座にやってきて、うんうんうん、熱戦出した後に黒い雨が降るじゃん、うんうん、なんかあれも、うん、うちらは事前に見て黒い雨ってわかるけど、うんうん、その全然何の情報もなく、うん、白黒映画だけで見せられたら、うん、血の雨が降っとるように受け取れるだろうなって思ったよ。確かにね、なんか色の濃い何かの雨が降ってるみたいな、なんかそのめっちゃ元々周りにも人がおったし、あんだけ飛ばされとったらさ、何かわからないいろんなものが降ってくる可能性がやっぱあるじゃん。なった時にその血液が降ってきてるって思うかもしれんなとか、じゃあなんかその自分の中でやっぱ想像しちゃうよね、そういう風になんか、うわ、こうかもしんないって、血だったらめっちゃ怖いわけじゃん。そうそうそう、突然のホラーテイストみたいになってくるようにも見えるなって思いながら、そういう意味で面白いよね。なんかこう恐怖感とかも増してるような気がしたんよね。もちろん最初の頃も怖くて怖かったんだけど、
怖かった。なんか最初の頃見た時ってなんかあの時がさこうでさうわーみたいなみんなでうやーって喋れる怖さだったんだけど、うん、なんか本当に怖いみたいなほんまにあの船で追いかけられるところとかも、うんうんうん、あなんか死ぬんだなみたいな、あもう死ぬんだなみたいなさ、なんかそういう気持ちだったね。あんまり最初とか2回目とかカラーの時は、うん、そういう風には見れなかったかも。なんか恐怖映画なんかスリルを楽しむシーンとしてこわーって言ってたような気がするんだけど、なんか白黒だとほんまに絶望感がよりある。なんかなんで俺らが呼ばれたみたいな、あの、はい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 、アメリカの船がさ、うん、もうなんかやられてめちゃくちゃなってるところで、いや俺らが来るまでみたいなやつね、そう無理でしょって言ったシーンも、うん、なんか本当にあーひどいなって思ったよね。なんかその、うん、これでどうにかせえって本当に死ねって死ねって言っとるようなもんやって思ったりとか、うん、そういうのもあんまりさ感じなかったけど、なんで白黒になるとそうやって思うのかわからないけどすごい思ってた。なんでこんなになんかシリアスに自分は受け取ってるんだろうなみたいな。あ色の効果ありそうじゃない、やっぱその白黒になってるから、うん、よりシリアスさを感じるというか、うん、なんかその色が入ることによってさちょっとまあ、そこまでじゃないにしてもポップさというかさ、若干そのあるじゃん、多分カジュアルな感覚になっちゃう部分があるかもしれない。面白いよね、面白いね、そうやって考えるとすごい全然違うんだなって。確かに、なんかそのアニメとかでもよくあるじゃん、その過去のシリアスなシーンをモノクロでやるみたいな感じ。なんかその新仮面ライダーの時もそうだったけど、そのお父さんとのそのトラウマ的なシーンはモノクロだったじゃん、あとカラーになったけど、うん、なんかああいう感覚、うん、なんそうだね、シリアスなシーンだっていうその先入観みたいなのがあるのかもしれないなってちょっと思った。なんかもう海から出てきてさ、あの背びれだけがこうダーっていってるシーンとかも、うん、なんか良かったね、モノクロのあの感じ、よかった、シルエットみたいな。はいはいはい、わかるわかるわかる。あと最後の辺のあのメタルゴジラになるとかはいはい、はい、いいなと思った。その、うんうん、ゴジラがめっちゃあもう本当に限界をギリギリだったんだなっていうのがああ確かに、ね、すごい分かったりとか、うん、確かにそれは今回すごい感じたかも、ねうん、あめっちゃ頑張ってたんだそれは無理だなっつって、ねうん、1回目見た時はさこう海底に行って、うん、上がってきてさ熱線を吐くところで初めてあ肌ちょっと白っぽいかもって思ったんだけど、今回は結構もうその、うん、上がってきよる時からさ、ね、白っぽくなっていくのがさ、なんか皮の中の身もなんかブクブクみたいなので結構負荷かかってるよみたいな、あれがめっちゃすごい分かってそうだよ、なんかね白黒になることで逆に見えやすくなってるところもあるなと思って、うんうん、そのゴジラのその具合もそうだし、全然また飛んじゃうんだけど、あの、うん、手紙系の文章とかもなんか見やすくなかった。黒のためにお金使ってくださいみたいな文章をさ、今まで何回もあのシーンになった瞬間にこうやってってめっちゃこうやって見てたんだけど、凝視してたよねこれねーみたいな、ちゃんと読めないってなってたんだけど、うん、白黒になるとあめっちゃ読めるやんとか確かにね、めっちゃカキッとしてたよね、なんかわかんないけどそうゴジラがさ海に引きずり込まれていく時の、うん、なんかすげえこう細部ら辺まで見えたりとか、ね、あー分かる分かる分かる、本当にそこの方でぼんやりしたゴジラが見えるとか思ったりした。ビーム出しそうでこう明るいゴジラがさ、うんうん、ピタって止まって暗くなるところもめっちゃ分かりやすかった、グーとかねあとそうそれこそ銀座のシーンで、うん、天月東京行った時にさ、うん、時計台見に行ったじゃん、うん、ね見たね、そうそうそう、で、わかってね、なんか見た時計台がってねそう、それもあってさ、うん、でうちその今回のマイナスワンにそんなに時計台出てきとる感覚なかったよ、全然、うんうんうん、なくって、うん、今回見た時に一番最後ゴジラがこうドーンって立っとるところもう時計台じゃんってなって、思った思った、がっつり出とるなと思った、がっつり出とるなと思った、うん、あれもそのモノクロじゃけん、もともとはさ周りの建物に紛れ込んどるじゃん、似たような建物結構立っててみたいな感じじゃけん、あそこ時計台っていう感覚があんまなく見てただけなのか、この間行ったけどこれもでかいと思うよ、でかいと思うよ、ね、目についてる、一緒に見に行ってしまった、あのミオさんのミオさんとこいつに見せてしまったやつ、ゴーってキーンってのギリギリ残ってるとかって、あそうそうそうテンションちょっと上がったよね、あれは確かに。だけどさ、あの歩いたじゃん、あの時歩いてその銀座まで行ったけど、うん、あ、いたね、さ、だけどさ、ちょうどそのさ、のりこさんが電車で襲われたあのさ
あそこってあれになるんかな、有楽町のとこになるんかな、違う、あでもそうかも、なんかっぽくない、なんかあそこから結構ちょっと行ったら銀座みたいな感じだった、うん、そう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 みたいな、そういうことってなって、そう駅から歩いたの、じゃああそこがっつりあそこだったのかなとか、あれがさよくあるかの怪獣とか特撮でさ、その自分の街に来てほしいみたいな感覚があれなんかなってちょっと思った、わかるわかる、嬉しかったですね。しみじみ。嬉しかった。嬉しかったですね。でも、まあ、カラーの時も思っとったけど、うん、それ以上に表情の感じも感じやすかったかも。人間のとかでしょ、うん、そうそうそう。わかるわかる。なんか入ってきやすいような気がするよね。うん、木島さんのさ、なんかあゆみは結構言ってたけど、最後の特攻、特攻ってかまあ、出る前の覚悟を決めた表情があって言っとったけど、うん、うちあんまり分かってなかったんだけど、はいはいはい、今回はすごい最後こう、敬礼する時とかも、うんうんうん、目とか、目とかもはっきりするからかな。ああ、でもあるかもね。まあ、その内容の話ににはなるんだけどさ、覚悟決めた顔のところの時にさ、その脱出装置があるっていうのも、うん、まあ、前回もちょろっと話したけどさ、知らんわけじゃん神木くん自身はね、知らなくて乗ってもう特攻する覚悟決めてる、で立花さんに脱出あるよって教えられてるじゃん、別に立花さんはさ言わんこともできたじゃんって思ったよ、わかるわかる、で多分あそこでさ、その震えててその覚悟決まってなくてまた逃げるかもしれないっていうのをちょっとでも多分立花さんが感じ取ったら脱出あるって教えてなかったかもしれんなってちょっと思ったよね、そうね、なんかその立花さんあそこで立花さんの方も一個生きろって言ったじゃんか、今まではなんか感情ぶつけまくってたわけじゃん、お前のせいでっつって、そう、正直みんな死んだやないかって、敷島さんのせいだったんって言われたけど、まあそうそれはそうだ、ね、なんか正直あれそう今回見て思って無理じゃねって思ってあれはもういやまあそうね、打ち始めたやつもおったし、うん、そうそうそうやね、まあ本人もうすうす気づいてるだろうなとかって思うんだけど、うん、まあでも やり場がないし、まあまあね、うん、その生きてるの神木くんしかおらんしさ、打てって言ったのに打たんかったけん、みんな死んだやんっていうのがあるけどね、しかも神木くんのことはね、うん、ずっと一緒におったわけじゃないけど、まあ確かに、よそもんみたいな感じだけど、うん、みんなはね、うん、みんなはもう確かにずっとそこでおったね、仲間やからね、敷島さんがこうはいはいはい、あなたの戦争も終わってませんよねみたいな、あの感じであそこでさ生き残ったのは2人なんだけど、まあね、あそこで見会ってしまって食らったのは2人だけじゃけん、うん、自分だけ終わらせるのもあるけど、やっぱ立花さんとも終わらせてあげたいみたいな、まあね、うん、やっぱ自分の中で覚悟決めて絶対にゴジラを仕留めたいっていうのがあるから、ちょっと復讐みたいなとこもあるもんね、あまあね、ちょっと差し違えてでも絶対に殺してやりますよみたいな感じだったしね、なんか全部のもう悪の根源あいつだみたいな感じで思ったのかな、なんかさ全然そういう気持ちになる自分もなんか不思議だなって思ったけど、一番最後崩れていくゴジラ見ながらなんかかわいそうやなって思っちゃったんよね、なんかさ、好きでさそうなったわけじゃないじゃん、そんな感じあるよねそうそう、確かに大豊島に来た時は人間を襲ったよそれはね、撃たれてもないのにそのライト照らされただけでぶっ壊したりとかしたし、まあ多分そういうね、そのなんか破壊衝動的なものはもしかしたらあったかもしれないけど、結局ゴジラあそこまででかくしたのも人間だったじゃん、そうやね、生きに干渉のねとかもあるし、まさしくそうやらね、人間のせいよね、そうそうそう、なんか最後ねあんなされてかわいそうやなってちょっと思ってしまったな、崩壊してるからね、そう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 、バラバラバラボロボロボロって、あの銀座で熱線入った後のさ、あのドンってなるやつもさ、なんかあのビキニ干渉のやつがそのままそこで起きたみたいなっぽく見えたんよね、お前らがやったことをここでやってやったんだぞみたいな、まあ、そういう気持ちではない、分からんけどまあなんか同じことをしてるように今見えて、自分たちがやったことが結局こうなっちゃってる、そうそう、帰ってきてるっていう感じ、たまたまにね、なんか向かう先が日本だっただけでみたいなところはまああるかもしれないけど、貧乏くじじゃん、まさしく貧乏くじみたいな、ゴジラの気持ちになってしまった、初めてだね、ゴジラの気持ちになった、ゴジラの気持ち、一番の被害者はゴジラ説はね、確かに確かにそうだね、いろんなのが重なってるよね、だから最後のシーンは、みんなのもちろん戦争を終わらしたっていうか、ああそう、でもなんか思ったその、あの船で準備してるシーンでさ、やっぱ人間って、まあ、お金とかなんかそういうのも大事なんだけど、やりがいというか、 なんか自分が求められたりすることがなくなるとみんな心が死んじゃうのかなというか、なんか、そうね、まあ、死ぬ、全然死ぬかもしれないけど、ただやれることもだけはやりたいみたいな、ただ死ぬのを待つよりやっぱり
何かしてる目的というか何かがある時の人間ってなんか元気になるんだなみたいなことがすごい、途中めちゃくちゃ無音のシーンあるんよ、うん、誰も喋らんし表情だけで演技するみたいなシーンがあって、うんうん、あの初めてアキコとマリコが家に来たシーンも思った。部屋に入ってさ、お湯を食べさせて2人で話してみたいな、うん、その敷島さんにのりこがさ、その親はみたいな、うん、両親はみたいな聞くじゃん、うん、したら、いやそのなんか亡くなったらしいみたいな、うん、どうも亡くなったらしいみたいな言って、うん、で一緒、私と一緒だねって言うじゃん、うん、その後のシーンめっちゃもうないの、うん、で何も喋らんのよ神、うん、そう、あのシーンだ、神くん何も喋らんくって、うん、表情だけで、でパッて見たらのりことは結構寝とんよ。そこまでずっともんなん、はい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 、そこでおいみたいなのあるんだけど、のなんかその時のその一緒だねって言われるんだけど、うん、自分は特攻から逃げてきて、うん、ゴジラ撃てなくて、うん、大豊島で皆殺しに遭い、うん、はいはいはい、で帰ってきてさ、つみこさんに、うん、なんで帰ってきたんやって言われて、うん、そう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 、うん、手からのあのシーンで一緒だって言われてさ、かたやのりこはその、まあ、両親は確かに亡くなったけど、うん、その死にそうになってるお母さんから子供まで預かって育てようとしてるっていうので、なんか多分すごいそう救ったっていう感覚、そののりこさんの方はやってることが、そう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 、違うけん、なんかそこも思ってすげえ複雑な表情っていうか、なんか一緒って言われたけど、いやなんかそう一緒じゃないっていう思ってるとか、なんかその辺をめっちゃそこに感じたんよね。なんかそこ超無音なん、何も音楽ないし本人も喋らないし何の音もしないんだけど、うん、なんかその複雑そうな表情な、うん、考えちゃったんだろうね。そう言われてさ、からそうだよね。で最後あれじゃん、その何があったか教えてみたいななって話する、うん、あの辺とかもね、すごいなんかね、何があったか教えてのとこも、なんか私だったらこの人に何をしてあげられるんだろうって考えちゃった。いやそうだね。なんかあとはもうその出てる時代が違うからさ、うん、衝撃も多分違うんだろうなとかもあるし、ね、なんか、まあ、確かにね、やっぱこう行かなかったって言われて、でうちがもうそうなんやと、多分 のりこさんの時代の人ののりこさんのえあのえとかさ、ああそうね、特攻から逃げたって言われた時のね、逃げたみたいな感じがあるんかなとか、まあでも生きろってやっぱ両親に言われたことがポリシーみたいななってんだろうね。でもやっぱさ、銀座でちょっと諦めそうになるじゃんのりこさんが、んで、あんなにさ、あの生きろって言われたから絶対に何があっても生きなきゃいけないって言っとったのに、ちょっと諦めそうになってる、ね、ここ覚えとる、うんうん、のりこさんみたいな、それぐらい絶望感がこうゴジラにあってあったんやろなと思ったよ。いやほんまよね、あんだけ言っとったけどね人には。いやほんとだね。そうもうさ、こけてさ、うんってなってさ、もうここにゴジラおるやん。いやね、あの電車ですらなんとか生き延びたんやけん、そう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 、最後まで走れってなるけど、もうならんぐらいだったよね。もう無理だって、無理だわって、体力的にもだったかもしれないしね。まあ確かに、ね、もう一人だしね、そこで、うん、やっぱね、そう人来てくれたら元気出るからね。なんかもう無理だと思ってもなんか応援とかさ、そう、駅伝とかのね、沿道の応援みたいな、なんか人間ってそこで頑張れたりするもんね。やっぱそこで四季島さん来てキラッって、あそこ毎回泣いちゃうから、ね、そうさ、途中でずっと横からズルズル言われてあー多分まだ泣いてんな。その後のこと想像するってより、なんかあの二人で走ってるとこがね、二人で助け合ってるみたいなとこが泣けちゃうんだよね、うん、なんかね。いやもっと長くやってほしいな。いろんな人に見てほしいな。なんか10人ぐらい集めて感想、うわ、うん、面白いかもね。ああ確かに、ね、面白いかもしれないですね。確かにね。いやでもね、うん、今日一番悔やまれるのは、うん、東京にいないこと。なんかさ、それは言っとかないと。映画終わった後さ、なんかフックが言ったじゃん、なんか、うん、今頃登場してみんなで喋っとるわっつって。ってなったもん、席で。って言いたかったって。なんか同じ時間にさ見て、なんか終わった後、うん、あのシーンがどうだったとかはさ、出演してる人が語るじゃん。ずるいよ、本当にずるい。言ってる人マジでずるすぎるよ。えでも本当にね、良かったです。マイナスからも良かったら、皆さんもね、このもし感想動画見てるけどまだ見に行ってないっていう人がいたら、うん、絶対に劇場に行ってください。劇場で集中して見てください。集中して見てください。はい、集中するのがいいです。ということで、今回はゴジラマイナスワンマイナスカラーを
見に行った感想動画でした。はい、今回の動画が良かったと思う方は高評価ボタンをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録を皆さんぜひぜひよろしくお願いします。はい、そしていつも皆さんたくさんのコメント本当にありがとうございます。今回の動画にもですね、皆さんの感想だったりとか、あのここがこうだったりとか、いろんな人の意見を聞くのが楽しいので、ぜひ書き込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして MM 団の SNS があります。 X 過去 Twitter があります。こちらは、大事なお知らせだったりとか、あとは撮影の裏側とかも上がったりしてますので、よかったら見てみてください。そして LINE の個人のアカウントもありますので、こちらもよかったらチェックしてみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録タイムです。